強制捜査は4日連続となりました東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の高橋治之元理事が4000万円余りの資金提供を受けていた事件で東京地検特捜部はきょう新たに広告会社大手の ADK ホールディングスに家宅捜索に入りました関係者によりますと ADK ホールディングスにもオリンピックを担当した部署があり 特捜部は事件の関連先として捜索に入ったものとみられます。